しもし、かほこです。はい、今日はですね、私がすっごく気に入っているもの、お気に入りなものをみんなにご紹介しようと思います。いろいろね、お気に入りなものはたくさんあるんですけれども、全部ひっくるめて本当にもう厳選したもの、もうすっごくお気に入りなもの、これがないと生きていけないっていうぐらいのレベルですごく好きなものを今日は紹介していきたいと思います。では早速ご紹介していきますね。まず1つ目、じゃーん、カメラです。私インスタがすごく大好きで、よく今日のコーデとか写真を撮ったりするのが好きなんですけど、iPhone でもね十分綺麗に撮れるんですけど、私はこのカメラでいつもね今日のコーデを撮ります。なんかもう2年とか3年ぐらい前からこのカメラを使ってるんですけど、一眼にはかなわないんですけど、一眼より全然軽いし結構ね綺麗に撮れるのでお気に入りです。キャノンのねカメラなんですけど、私キャノンすごい好きでこれは確か4万とか3万とかそれぐらいだったんですけど、コンパクトなカメラにしたらちょっとお高いんですけど、結構綺麗に撮れるのですごくお気に入りです。次、また機械系なんですけど、じゃーん、なんかリンゴのアップルのパソコンです。私パソコンすごい初心者で編集とかすごい得意じゃないですけど、 YouTube とかはいつも、パソコンで編集してます。たまに TikTok のね動画も編集したりしてます、パソコンで。でなんかステッカーとかね結構貼ってる人いると思うんですけど、勇気がなくて貼ってません次、じゃーん、私の大好きなアリエルのリュックです。人間の住む国でみたいな素敵なダンス、はい、で上にねなんかポッケがあってなんか入れれるようになってたりとか、結構ねガバッと開くしいろいろ入ります。旅行の時とかもすごく最適で、これで旅行しに行ったこともあります。サイドにねチャックがあって、こっからも物を取り出すことができます。はい、すごくねこれお気に入り、楽天でね売ってました。4000円とか5000円ぐらいだったと思います。ボンドが入ってた。で次なんですけれども、私ねすごくニット帽が大好きで、もう本当にね毎日のようにお出かけするときは必ずと言っていいほど帽子をかぶります。で帽子の中でも特にニット帽がすごく大好きで、こういうのねすっごく大好きなので、特によくかぶってるのがこのピンクのお帽子で、このドンピシャなお色の帽子ってなかなか売ってないので、これはすごくお気に入りなんだけど、これはクレアーズでね5年とか4年とかそれぐらい前に買いました。でこれも色違いでクレアーズで買ったやつです。すごく可愛くない？でこれはザラで買いました。え、可愛い。フードなんかかぶったりしてスケボーとかなんか得意そう。はい、あと、じゃーん！このね、お帽子すっごくお気に入りで、クレアーズでね、これも昔買ったんだけど、子供用なんだけど、ギリ入ります。もうすっごい可愛い。ゴミついてた。360度可愛い。ポンポンポン。はい、これすごいお気に入り。次、T シャツなんですけれども、じゃーん！はい、私がデザインしたピースくん T シャツです。はい、ピースくんはね、私がデザインしたんだけど、すっごく可愛い。私がね好きな要素を全部入れました。角にはお花じゃないやハートがついてたりとか、カラフルな髪の毛でしょ、スマイルちゃんがいたりとか、あとお尻のところにねお花がついてたりとか、色合いもねすっごく可愛いし、すっごくお気に入りです。次、じゃん、これはディズニープリンセスの T シャツです。可愛い、めっちゃ可愛いねんけど、ほんまにやばないイグロオバナイって感じなんですけど、私めっちゃタイダイ柄が好きやねん。タイダイ柄とこのディズニープリンセスがねすごくもうたまらないです。ピンクと紫も大好きだし。で似たような感じなんですけど、じゃーん、わー、でって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 で
で、次も同じようなやつ。てん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 。なんか森バージョンっていう感じだね。てん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 。でね、サイン入りなの。イエーイ！サイン入り、ありがとう。で、これもすっごくお気に入りの T シャツ。てん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 。わー、すごい。わー、かわいいよね。この T シャツすっごくお気に入り。お菓子のお城かと思いきや、後ろは通常のシンデレラ城です。次はアクセサリーになるんですけど、じゃーん！見えますか？キラッキラなイヤリングです。私ピアス開いてないので、イヤリングなんですけど、これはクレアーズでね、昔買ったやつで、もう全然500円とかそれぐらいのやつなんですけど、今の私にすごいぴったり。もうなんかすごい可愛くない？なんかもう洋楽の PV に出てきそうな感じの人になりました。あと私すごくお気に入りなのこれ。これもクレアーズで買ったやつなんだけど、なんかピン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 ってなってて、すごくこれこそあのピアスに見えます。イヤリングにあんまり見えないかもね。一見穴が開いてるように見えます。これも本当にもう3年とか4年ぐらいねつけてる。この2種類ぐらいしか私は使わないですね。買ってもすぐなくしちゃうので、これだけでいいやと思って。で、次ネックレスになるんですけど、めっちゃ絡まってる。カラカラマリコ全然ほどけない、てん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 ほどけない、ナイツナイナイナイツラララライねえ、ママいや、もうこのままで。いつもはね絡まってないんだけど、今日はなんか絡まってる、珍しく。これはシンデレラのお靴、ガラスの靴のデザインです。ディズニーランドで買いました。6000円とかそれぐらいだったと思う。5000円かもしれないし4000円かもしれないけど、じゃーん、キングダムハーツのキーブレードのような見た目ですね。これもディズニーランドかディズニーシーで買いました。キラキラねしてるの。これもすっごくお気に入りでいつもつけてます。結構ねゴールドのアクセサリーがすごい好きなんですけど、たまにシルバーもつけたいなっていう時もあるかなと思って、色違いもあります。はい、私この3つをねローテーションでつけてます。あ、そうそうそう。次はカラコンなんですけど、私よくね、どこのカラコンつけてますかって聞いていただくんですけど、M 氏が教えてくれて、それからずっと使ってるんですけど、バービーのオンリーウィッシュっていうカラコンになります。結構ハーフっぽくなるし、漏れるし、すごくお気に入り。Yes! 次は靴になるんですけど、私、洋介の靴がすごい最近好きで、じゃーん、お花の靴です。そう、なんかパッチワークみたいな感じで、いろんなお花のね柄があって、すごく可愛い。で、少しだけ厚底になってるので、少しだけ身長を盛ることもできます。次は今のやつの色違いなんですけど、じゃん、黒いやつです。ピンクのね靴紐がすごく可愛いですね。これすっごくお気に入り。次も洋介なんですけど、じゃん、これ前紹介したことあるんですけど、底がねお花柄って珍しいよね。で、これはもうすっごく厚底だから、歩くのちょっと大変かもしれないけどね。でもこれでディズニー行ったことあるけど、意外と足疲れなかった、そんなに。もうとにかく身長をめちゃめちゃ下げりたい時はこれすっごくいいです。で、全部1万ぐらいだったかな、多分。まだあった、じゃーん。はい、これはキングダムハーツの T シャツです。私、キングダムハーツすっごく大好きで、カイリーちゃんにね、なりたいんだけど、もうこの T シャツすっごく可愛くって、メルカリでね、見つけたんだけど、秒で買いました。もう本当に可愛い。後ろはね、ちょっと可愛くないっていうか、無地なんですけど、はい。結構ね、スケスケの素材なので、ちょっと透けちゃいます、ブラジャーとか。あと、この T シャツもすっごくお気に入りなの。もうね、もうたまらないでしょ。私、ディズニープリンセスが本当に大好きで、ラプンツェルはちょっといないんだけど、ザラの子供服です。なので、ちょっと小さいんだけど、ギリ入ります。もうキラキラしてるしさ、キラキラしてんの。今紹介したものは本当にすごくお気に入りだ。
お気に入りなものたちです。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。